皆さんこんにちは、今日は午前中にですね、僕の人生初のいちご狩りっていうのに行ってきました。家内と一番下の娘と孫と4人で行ってきたんですが、美味しかったですね。ニロイチゴっていうね、ジローって書いてニロイチゴっていうそうなんですけれども、うちからそんな遠くないところにこんなところがあったんだなっていうね、まあいろいろ発見させていただきました。まあそういう美味しいイチゴを食べて、回りそうなお寿司屋さんにみんなで行って、それから帰宅してからこのヤクルト阪神を見ようということで、なかなか充実した一日になりました。ゲームの方もですね、本当に1点を争う好ゲームとなりました。非常に見てて、ワクワクするようなゲームになりました。振り返っていきます。今日も昨日に引き続いて神宮球場で行われましたヤクルトスワローズ対阪神タイガースの一戦をお伝えします。昨日は延長10回、7対6というね、どっちに転んでもおかしくないというようなゲームだったんですが、今日のゲームもですね、1点を争う好ゲームになりました。ご覧いただきましょう。今日の先発はヤクルトの方は吉村、そしてタイガースの方は大竹と、両投手ともにですね、2試合目ということになりますね。吉村投手はですね、前回はドラゴンズ相手に7イニングを投げて、1失点、いいピッチングをしたんですが、結局延長で、1対1の引き分けということで勝ち投手になれなかったという内容でしたけれども、大竹投手の場合はですね、前半良かったんですが、最後ちょっとこうボールが甘くなったところをガンガンと打たれて負け投手になってしまったというね、そういうところからすると大竹投手の場合は今日も替え時、ここが一つのポイントになるかなという気持ちで見ておりました。初回から振り返っていきますけれども、吉村いい立ち上がりしましたね。3回まで3人3人3人で抑えました。3回に初めて小畑にフォアボールを出してランナーを出したんですけれども、大竹バント失敗、2-6-3 のダブルプレーでこの回も3人で終わったというね、その裏でしたね。大竹初回二塁打フォアボールというのがありましたけれども、サンタナ三振、そして2回にもツーアウトから8番の中村にフォアボール、これなんかは大竹らしからぬフォアボールでしたね。次がピッチャーですから、もうホームランさえ打たれなきゃいい、そういう気持ちで投げてればですね、まあフォアボールは出さないだろうっていうのがいい時の大竹だったんですが、今日はこの中村にフォアボールを出してしまった、ちょっとあれっていう感じのフォアボールでしたけれど、まあ吉村は三振に打ち取りました。そういう感じで見てた3回の裏だったんですが、ワンアウトを取った後の青木、ここもですね、これはワンツー追い込んだ後にですね、際どいボールを2つ続けてボール判定されました。まあ、僕はこれ2つともストライクだと思った球だったんですが、厳しい判定でしたね。結局フルカウントまで行って最後、まあ、ボール球が行ってこの青木に対してフォアボールを与えてしまった。まあ、このフォアボールはちょっとね、球審の判定厳しかったなという印象を持ちましたね。その後オスナに対してワンストライクから外のまっすぐ、これをライト前のヒット、そして村上に対してもワンストライクからインサイドのまっすぐ、ライト前のヒット、これで満塁ですね。そしてサンタナワンボールから、インサイドより高めのまっすぐ、この辺はもうまっすぐガンガンガンと打たれましたね。レフト前のヒット、まず1点ですね。そして長岡にワンストライクから、ここもインサイドへまっすぐ高め、ライトもあわや満塁ホームランかなっていうような当たりだったんですが、ライトフェンス前で取って犠牲フライになって2点目は入りましたけれども、なんとか2点で終わったという3回でしたね。吉村の方はですね、もう3回まで言うことなかったんですが、4回の表、ここはですね、先頭が近本だったんですね。2-2 からインサイドに入ってきたスライダー、決して悪い球ではなかったです。いいボールだったんですが、近本がこれはもうバッチリのタイミングで、ライトスタンドに今季2号のソロホームラン、この1本が吉村投手には効いたんじゃないかな。あのいい球をホームランされたというね、これはちょっとこう答えたと思いますね。中野に対してはフルカウントからセンター前のヒット、まっすぐ、そして森下には 3-1 からフォアボールで1・2塁、大山もここは 1-1 からですね、高めややインサイド寄りでしたけれども、このノーアウト 1・2塁という場面で引っ張らずに右方向狙い、ライト方向に当たりは良くなかったんですがヒットを打つんですね。この時の中野の走塁が素晴らしかったなと思いますね。あのこういうふわふわふわっと来た打球、これはですね、やっぱりセカンドランナー一瞬躊躇するんですよね。スタートが
ちょっと遅れやすい、そうなるとですねなかなかホームにつけないっていうことがよくあるんですが、これ中野選手はですねいい判断をしてもう躊躇なくホームを陥れました。この走塁は素晴らしかったなと思いますね。結局この回2点入ってノーアウト1、2塁という場面だったんですが、前がレフトファウルフライ、佐藤輝明空振り三振、そして坂本ショートゴロでこの回は2点止まりということになりましたね。2対2。この後両投手6回まで踏ん張りますね。ゲームが動いたのは7回でした。7回の先頭はですね前川だったんですね。この前川がですね追い込まれた後ファウル粘って9球目でしたね。9球目のアウトサイドのまっすぐ、これをセンター方向にヒットした、これも大きかったですね。そして佐藤輝明、初球まっすぐ、まあ甘かったですけれども、この甘い球を見逃さずに一発で仕留めた右中間へのツーランホームラン。結局終わってみたらですねこのホームランが決勝打になったというね、やっぱり佐藤輝明の一発っていうのはすごくインパクトがありますね。すごいホームランでした。本人はボールもっと飛んだかなと思ったんですけどなんてことを言ってましたけれども、価値あるホームランをこの7回に打ったということで、4対2。その後も坂本がヒットで出て小畑が送って、結局この回にですねピッチャーまで回ったんですね。大竹の替え時が難しいなというふうに僕は感じてたんですよね。この6回、スタートはですね5番からでした。ですからもしここがそんなに大きなチャンスにならなければ、もしかすると7回の裏ここも大竹が投げる可能性があったんですよね。だけどこの7回にですね2点取れた、そしてピッチャーのところまで回ってきてくれた、これはですねもうタイガースにとってはですねおあつらえ向きのゲーム展開という形になりましたよね。もうおのずと大竹のところに代打を出せる、そして7回からはですねリリーフピッチャーも勝ちパターンのリリーフピッチャーで勝負ができるというね。この6回までにですね大竹投手は98球ボールを投げてました。まあ今のところねまだ春先やっぱり100球っていうのが一つの目処ですから、もうこの6回で十分でしたけれども、もしかすると勝ちを意識すると、もし7回の表ゼロで終わってたらですねもしかしたら大竹も続投させてたかもしれないっていうね、そういうことがありましたけれども、いいタイミングで点が取れたしピッチャーにも回ってきた。7回の裏頭からはですね岡留が行きましたね。岡留がバッター宮本に対してですねこれねフォアボールなんですね。先頭打者のフォアボール、このフォアボールはちょっと嫌な予感がするフォアボールでしたよね。ワンアウトを取った後の青木、2ストライク追い込んだ3球目、これをですね、まあ、外のシュート系、悪い球ではないんですが、やはり青木クラスになるとですねあの辺りの球でもヒットゾーンに持ってこれるっていうね、レフト線の2塁打、ワンアウト2、3塁、1打同点という形にまで来たわけですね。そしてオスナ、ワンワンから外のまっすぐショートゴロ、これで、サードランナーは帰りましたけれども2アウトが取れたということで2アウト3塁。そして、ここが一つ圧巻でしたね。村上を迎えたところでピッチャー3人目の島本が出てきた。フルカウントからさあ何を投げるのかな、外のスライダーなのかインサイドのまっすぐなのかという感じで見てましたら、インサイドのまっすぐズバッといきました。詰まったファーストゴロで、この回をしのいだナイスピッチングでした。そして8回はゲラが三者凡退、9回は岩崎が三者凡退、まあ、この辺はもう全く危なげのない8回9回でしたね。終わってみたらタイガースが4対3で勝ったというゲームなんですが、まあ、今日のゲームはですねこの点差以上にですねタイガースらしいゲームをしたなという気がしましたね。ミスがなかった、そして中野の好走塁があった、そして、小畑がですね6回の裏の先頭打者長岡、これもセンターに抜けようかっていうあたりをですねファインプレーして、アウトに取った、これも一つ大きかったと思いますね。先頭打者でもし出てるとですねまたこうゲームが動く可能性があるところでしたから、この一つのプレーも大きかったと思います。それとあの8回裏のゲラ、5番から始まる打順、ここをですね3人でしのげたっていうところで、もう9回にですねクリーンアップまで回さずにこのゲームを終わることができた、そういうことからするとこのゲラの三者凡退っていうのも非常に大きかったし、岩崎からすると、まあ、オスナ、村上、サンタナ、この辺りに回ってこない打順で勝負ができたので、まあ
気分的にはちょっとは楽だったかなという気がしますね。ということで、今日の勝ちは大竹につきました。よかったですね。やっぱり最初に一つ勝つことでまたピッチング内容も変わっていくと思います。一勝一敗です。吉村が一敗でした。いいピッチングをしてましたけれども、佐藤輝明に投じた一球、これはちょっと甘い球いきましたね。ああいうホームランバッター、やはり警戒しないといけない場面で甘い球、これを一発で仕留めた佐藤ということになりました。そして、岩崎が1勝2セーブと、ホームランが近本に2号、佐藤輝明に2号。まあ今年のタイガースはホームランがよく出ますね。今のところトップを走ってんじゃないですかね、ホームラン数では。はい、ということで、MVP は昨日に引き続き佐藤輝明選手ということになりました。ここっていうところ持っていきますね。これがやっぱり占領役者ということだと思いますね。はい、これでですね、2カード一緒に敗、一緒に敗と来ておりましたけれども、このヤクルト相手に2連勝4勝4敗とイーブンまで持ってきましたね。まあ今日のゲームはですね、本当にタイガースらしい勝ちだったな。少ない点数を守って1点差を勝つというね、そういうゲームをした。これはまた明日も楽しみだなという気がしました。明日の先発はヤクルトはヤフーレ、そしてタイガースの方は才木です。才木の方もね、この勢いに乗ってまたいいものを見せてもらいたいなと思いますね。ということで、今日のゲームは阪神タイガースがヤクルトスワローズに、昨日に引き続いて1点差をものにしたと、佐藤輝明のツーラン、これが効いたゲームになりました。以上です。